こんにちは、アロマおばさんです。今回はローズマリーセイルについてお話しします。購入する際の参考にしてみてください。ローズマリーはシソ科のハーブで、花言葉は記憶、思い出で、記憶力を高める効能からついたと言われます。花は小さいけれど青い綺麗な花が咲きます。丈夫な低木なので鉢植えであると料理にも使え、便利です。肉料理などの香り付けや臭み取りにも使われます。葉を乾燥させておけばいつでも使えます。アロマおばさんとスタッフ山田はローズマリーチップスが大好きです。古くからリースなどにも使われ、エリザベス1世時代のイギリスでは冠婚葬祭の儀式に使われていました。ローズマリーを使ったローションハンガリアンウォーターは若返りの水として有名で、ハンガリーの抗ヒガ痛み止めとしてローズマリーのローションを使ったところ、痛みが治るだけでなく美しく若返り、70歳にして30歳年下からプロポーズされたという逸話によるものです。集中力と記憶力を高める作用があり、眠気覚ましにも無気力も克服する香り。ある会社の早朝ミーティングで使われたり、計算問題の前にローズマリーの香りを嗅いだグループは蚊がなかったグループに比べ格段の成績だったということです。鎮痛効果で頭痛、偏頭痛、筋肉痛の緩和、消化不良、風邪の改善、お腹の張り、胃の痛み、むくみを緩和する。消毒作用があるためルームスプレーなどに良い。ハーブティーとしての飲むこともでき、強い香りがするが味は癖がなく飲みやすい。米印妊娠中の長期使用は避ける。妊娠6ヶ月以降からは使っても良い。高血圧、転換の人は使用を避ける。ティッシュに1、2滴落とし嗅いでください。米印日本ではセイル自体を飲んだり直接肌につけないようにしてください。一部直接使えるセイルもあります。洋服などについてしまった場合は乾燥機にはかけないで天日干しか部屋干しにしてください。発火する恐れがあります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。概要欄に情報をまとめてありますので、ぜひご覧ください。